私か気づいてない話をちょっとしていこうかなと。これはもう必見ですよ。必見必聴。必見必聴ですよ。ああ、どういうことですか。多分ね、みんなこれ結構すごいことやったんやけど、はい、全然なんか話題にならないというか、はい、まあそんなは、うん、でも結構な偶然なことを気づいてしまったのは私。はい、どんなこと。実はこれもう10年以上前の話なんや。あんまり人に話しないんやけど、はい、覚えてるかな。何を。清武の乱って覚えてる。清武の乱、もうその時点であんまりメジャーな、いや、なんと、あの巨人のですよね。そう、巨人の清武社長みたいな人、そうそうそう、まあ、オーナーはいわゆる鍋つなぎさん、はい、を内部告発したそうですよね。結構な話題やったよ。結構話題になりました。話題やったよ。あの、だってちょっと細かいこと忘れてましたけどね、うん、あったでしょ、清武の乱って言われてる。その、うん、その乱を起こした人が一応、まあ、結局乱を起こしてダメだったんですよね。潰されたんですよね、結局。そう、うん、どの、そこまでは分からんけど、はい、清武の乱っていうのが2011年11月11日だったよ、はい、あれ。あ、そうなんですか。そう、11月11日、はい、ね、そのすごいこと起きてるやん、はい、巨人のグループ内でさ、でね、起きてるやんか、すごいやんか、はい、結構な話題やったよ、もうスポーツ新聞一面、結構何週間も話題一面で、あの記者クラブみたいなのもまあまあ出ましたやってたしさ、結構な大きな出来事やったやん、はい、で、その日にあのテレビつけたよ、これ、はい、たらサッカーの試合やってて、はい、A 代表マッチの試合やってて、はい、その試合に清武って、はい、広志います、ね、いるやん、知ってるよ、はい、サッカー詳しいから、はい、その人が日本代表初出場だったんだって。あ、そんな時だった。あ、まあ、でもそうかそうか、はい、もう初出場、はい、すごくない、はい、その清武の乱の日に、もう一人のサッカー選手の清武が日本代表初、はい、すごくない、その偶然、まあまあ、で、あ、すごいな、清武やんと思ってさ、はいはい、すごくない、その偶然、まあ、はい、すごいやんか、はい、でもまあ2つやったらまあね、まあまあたまたまね、まあまあありえるけど、はい、で、その試合が終わって俺チャンネル変えて、はい、まあテレビ見てたよ、はいはい、だから藤森慎吾、オリエンタルラジオ藤森、あ、はいはいはい、藤森がなんか出てって、はい、で藤森の家族をなんか紹介するみたいな番組で、でまあお母さんとねお姉さんは結構その前からちょこちょこ出てたんよ。ああ、そうなの。そう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 、だからお母さんとお姉さんはよくその時も初めから出てたんだけど、その時に藤森のお父さんが初めてテレビに出るってなった時の回なんよ、初めて、はい、なんと今日は藤森慎吾のお父さん初テレビ出演ですみたいな感じで、はいはい、で、お父さん出てきたよ、で、名前見たらテロップで藤森清武やった。すごくない。いや、どういうことですかそれ。どういうことってすごくない、その清武の乱ありのサッカー選手の清武宏がその日に初出場でさ、下の名前に清武、そう藤森清武、すごいよ俺、すごくないその偶然。ああ。